国見岳は、九州山地中央部の高気離立山地に属する山で、ある。標高は1739メートルであり、熊本県最高峰。九州本土では、坪山及び市房山と並ぶ、屈指の高峰であるが、交通の便が悪い地域に位置する。日本三百名山、一等三角点百名山の一つに数えられる。国見岳一帯は、 九州中央山地国定公園に指定されている。国見立ては、熊本県八代市と宮崎県椎葉村の県境に、またがる山で、共に卑怯と呼ばれる山深い山村であり、平家の落ちう伝説が残る村である。熊川の支流、川辺川及び、耳川のそれぞれの源流域に位置し、分水嶺を成している。 このような九州の赤稜をなす山奥に鎮座するが、指定の良い日には、熊本市内からも南東方向に山頂部を望むことができる。山頂には一等三角点、国見だけが設置され標高は1738.82メートルとなっている。山頂部はなだらかであるが、周囲には急峻な谷間が刻まれている。部画及びモミの天然林が広がり、 尺投げなどの群落も見られる。椎葉村の上椎葉を前から五遊山を経て、両線を北上するルートがある。熊本県側からは、五花層の林道も右線を経て登山口に達するルートがある。ありがとうございます。